ウィンズ新宿は東京都新宿区新宿4丁目にある日本中央競馬会の場外勝馬投票券発売所である。現在の建物は2014年4月26日にオープンした。地上7階地下2階建てで発売所は2階から6階までの間にあり、1階は通路で地下1階は駐輪場となっている。建て替え前のウィンズ新宿建て替え前は 関東地区のウィンズで唯一自動投票券売機のないウィンズであった。古いビルのために券売機を入れると、そこが抜ける恐れがあったためとされる。また、リマ記念や東京優秀などの大レースの時は、狭い場所ゆえ一度入場すると投票するのも、退場するのも困難で、そのため大レースの日は、単勝、副賞のみ、全レース、練習式をメインレースと、 最終レースのみ発売し混雑緩和を行っていた。それでも、立地条件ゆえか、JR 新宿駅新南口まで列ができて、入場規制が行われたことがあった。その上、階段が狭い上に、ベンチがないことから座り込んでいる人がおり、登るのも下るのも苦労する始末であった。長らくの間、建て替え工事が行われることがなく昭和の雰囲気を、 残すウィンズであったが2011年に発生した東日本大震災の影響でウィンズ新宿にも壁面破損等の被害が発生建て替え工事を行うことになり営業休止となったその後2014年に建て替え工事が完了し4月26日より営業を再開している2006年10月5日にはウィンズ新宿が消える入居ビル 売にと報じられたこの報道では2008年までの契約だがビルのオーナー側が赤字で売却を行うことを検討しているため新しいオーナー次第では存続が不透明と報じられていたがその後ビルは売却されたもののウィンズの運営は継続された2015年1月4日から100円以上100円単位で全レース発売されている 2014年12月28日までは200円以上100円単位で発売されていた。以前は発売単位が1000円、単覆は全レース、連勝式は後半4レースのみ発売。特定 g i は単覆は全レース、連勝式はメインと最終の2レースのみを発売し、発売制限を行い混雑緩和を図っていた。その後は発売レース数を増加させ、 発売単位も下げていった。2017年5月26日からは、ウィンズ高楽園、ウィンズ梅田、ウィンズナンバで実施している金曜日発売を行うようになる。ありがとうございます。